西武多摩湖線。多摩湖線は、東京都国分寺市の国分寺駅から、東京都東村山市の西武遊園地駅を結ぶ、西武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる、路線記号は ST。定期列車の列車種別は、現在、各駅停車のみである。2013年3月16日のダイヤ改正より、ワンマン運転の線内折り返し列車が主体となっている。 基本的には、国分寺駅西部遊園地駅間の運転で、国分寺駅萩山駅及び、萩山駅西部遊園地駅間の区間、運転列車も設定されている。さらに、灰島線、新宿線への直通列車も運転されており、平日朝に、小平発、西部遊園地域及び、西部遊園地駅発西,西部新宿駅行き、各駅停車が、各3本、また、 土曜休日に不定期の西武新宿、西武遊園地間の休行とその折り返し小平、西武遊園地間の各駅停車、及び平日の野球開催日に、西武遊園地発小平駅が設定されている。2013年3月15日までは、萩山駅と国分寺駅間の折り返し運転と、西武遊園地駅から、萩山駅を経由し、廃島線の小平駅まで直通、一部は、 新宿線に乗り入れて、西部新宿駅まで運転される系統に2分さていた、ほか、平日朝に、国分寺駅一橋学園駅間の区間列車が運転されていた。また、灰島線、新宿線と直通する急行も定期運転されていた。平日の急行は、萩山駅で編成の分割、並結を行っていたが、年々縮小され、 2013年3月16日のダイヤ改正で消滅した。さらにこの改正と同時に、平日朝の西部新宿駅行きの急行に設定されていた1号車の女性専用車両も消滅した。2016年3月26日のダイヤ改正で、土曜休日の西部新宿駅西部遊園地間の急行が不定聞かれたことで、廃島線、新宿線へ直通する。 定期運転の急行は消滅した。1996年のダイヤ改正までは野球、もしくはイベント開催時に限り、準急が設定されており、国分寺駅萩山駅間の各駅と西武遊園地駅に停車していた。本来ならば、急行、または快速急行とすべきであるが、すでに急行と快速が、萩山駅西武遊園地駅間各駅停車として、 設定されており、快速急行は国分寺駅萩山駅での急行運転用に予約していたいで、区肉の策として同区間で設定のなかった準急を割り当てた。また、1998年のダイヤ改正までは、不定期で萩山駅西武遊園地駅に快速急行が設定されていた。停車駅は萩山駅と西武遊園地駅で、後に八坂駅、 武蔵山戸駅にも停車していた。主に西武ライオンズ球場、当時で野球もしくはイベントが開催される時の西武、新宿駅からの直通列車で、臨時として小平駅西武遊園地駅の運転もされていた。また当時の多摩湖線のホーム有効長の関係で4両編成で運転されていた時期もあった。灰島線、新宿線への直通列車は、 オーム有効庁の関係上8両編成で運転されている。船内運行での使用車両はワンマン対応改造が施された新101系が運用されている。かつては701系、801系も使用されていたが撤退し、1996年に101系に統一された。そして1998年11月から玉川線に次いで、 ワンマン運転が実施されたため、ワンマン対応改造が施された新101系が運用されるようになった。2005年から2006年にかけてワンマン車に更新工事が実施された際は、工事期間中の代替車両として玉川専用にワンマン改造さ多球101系 225F が運用についていた。ワンマン運転開始後にも運用の都合で、 ワンマン非対応車が入線したことがあるが、その際は、車掌が乗務しドア閉めなどは、車掌が言った。国分寺萩山間は、1990年までは311、系や351系といった17メートル車3両編成が、中心に使われており、西武鉄道では最後まで吊り掛け駆動の旧型車用、いわゆる赤電を使用した線区である。主な理由として、 当時の多摩湖線国分寺駅のホーム有効長が60メートル程度しかなく、20メートル車4両編成の入線が困難だったためである。同駅への20メートル車4両編成の入線対応としては、ホームを現在位置に移動させることで延伸を果たした。なお、旧ホームセンターに接していた本町4丁目商店街の道路は、掘り下げて駅、 連絡通路の下を潜るようにされた。主な20メートル車の入線車両は以下の通り。もともとは、堤康次郎の箱根土地が所有する小平の分譲地の輸送手段として、国分寺小平間の鉄道免許を取得したことが始まりで、続いて、村山貯水池へ延伸する免許を取得し、小会社の玉子鉄道により業した路線である。後に、 箱根土地系列となった武蔵野鉄道、現、西武鉄道の前身と1940年に合併した。複雑な路線の伸縮、駅の開廃、解消を繰り返している。また、戦後かなりの間、1500ボルトの多線区とは異なり、河川電圧は600ボルトのまま残されていた。多摩湖線のキロポストは、国分寺駅萩山駅で一区切りになり、 萩山駅西部遊園地駅については、灰島線小平駅からの通算となる。このため、灰島線も萩山駅で一旦途切れることになる。萩山駅、小川駅間は、小川駅から、萩山駅に向かって、キロポストが打たれる。なお、国分寺駅には0キロメートルポストがなく、0.1キロメートルから始まっているが、これは、同駅の改良により、駅の位置が変更されたためである。 歴史の節で記した通り、開業時と比べて改変が著しい路線である。特に、萩山駅以南は廃駅が多い。一番駅数が多くなったのは1939年1月から1953年1月15日の間で、当時 4.4km だった南側の区間に八つもの駅がひしめき合っていた。当時の駅は以下の通り。括弧内は駅間距離。 国分寺駅起点の営業距離、キロメートル。1953年から翌年にかけて、東国分寺、桜堤、厚生村の各駅が休止のまま廃駅となったことで、一気に5駅まで減り、さらに1966年の一橋大学駅、小平学園駅統合による、一橋学園駅設置と本庁信号場設で、現在のように4駅と1信号場という形に、 なったこのためこの区間で開業当時からの駅は国分寺駅、大梅街道駅、萩山駅のみで、このうち国分寺駅と萩山駅は移転しているため、厳密に開業当時のままなのは大梅街道駅のみである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。